あの材使ったんですか？コーロいただいたコーロで。ああいいじゃないですか。なんでこれを USB がやらないんだろう。ね、これデフォルトでいいじゃないですかね。そうしてほしいです、ね。匂いは収まりますか？と思います。多分全然そんなに。僕のところね、なんもういくらでもあるのか。まだでいいのか。すごくいいですね。いいですか。はい。聞いていただきます。はい。あ、ちゃんとこれいいですね。いつでもいつでもできるのがいいですね。便利ですね。いつでもできる。いつでもこう見れる。フォロー感ありますけど、なんか何だろう、普通のストロータイプっていう感じですか。はい、そうですね。何してるんですか。お弁当箱じゃないですか。あ、ザグリですか。はい、お弁当箱にします。お弁当箱にしてるんですか。はい、だからフォロー感があるんだ。いつ完成したんですか。7月ぐらいです。6、7月。はい。じゃあ3ヶ月ぐらい。しなくてプレートとかナットとか、はい、なんかジャンボヘッドとか初めて削ったんですけど、はい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 、すごい難しくて、なんか幅が広くて、こっちは何も気にせず頼んでるんで、ね、太くて硬くて、あの一番いいやつって言ってるんで、なんかちょっと一番上の部分が削れすぎるっていうか、その 丸くできないっていうか、なんかちょっとのぺっとしちゃってるんですよね、プレートが。僕のやつは、あ、ここのてっぺんの部分が、はい、頂点の部分が、はい、高さ出したらね、スケロップっぽくなりますからね、それだけで。ジェスカーですか、これ。そうです。いい棒かなんか。そうです。もう一本あるんですよ。はい、はい、あ、じゃあぜひぜひ。ローズの中でもその蹴りのネックって売ってないでしょ。だってありがとうございます。いただきます。ネック材をこのケリンで作りまして、で、ローズは学校のローズで、はい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 。見た目結構同じような。そうですね。確かに。なんで皆さん7弦が好きなのか。
感じはしないけどな。これって何のピックアップなんですか？これはフロントが、はい、サスティニアで。あ、サスティニアか。根っこの方が重たい感じですね。すごい普通に。ちょっとヘッド角度ついてるじゃないですか。普通のヒラネックなんですけど、はい、ここね、ちょっと落としてる感じね。はい。じゃあスナッパーシェイプのところでちょっと若干アレンジして。